割とこれを撮影しているのは9月29日火曜日なんですけれども、えー、昨日9月28日の出来事をね、ちょっと皆さんにお話ししようかなと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ大学に限らず企業であるとかも同じだと思うんですけどね、えー、基本的に従業員の健康診断をしないといけないと。 まあ、健康診断を受けさせなければならないということが、まあ、大学の場合にもありまして、えー、つまり教員だけじゃなくて職員の皆さんもそうなんですけどね、え、年に一回健康診断を受けるっていうのが、まあ、ある意味義務な。 なんですけれどもその関係で、えーまあ、今、えー、このビデオを撮影しているタイミングっていうのは、秋学き始まる直前。まあ、つまり、あと数日夏休みがあるという感じのね、えー、時期なんですけれども、まあ、その、えー、夏休み中なんだけれども、えー、大学に出てくるっていうね、先生方がいらっしゃるんですよ。それでね、えー、っとね今日何人かの、まあ、 学科のね、えー、まあ同僚というか先輩というか、まあ兄さん方とかね、あるいは後輩にもあったりしてね。何人あったかな ?5 人あったのかな なんか久しぶりに会って、一番会ってなかった人はですね、多分ね、7ヶ月以上会ってなかったんじゃないかな。下手したら2月とか、あるいは1月かもしれないな。いつお会いしたかもう覚えてないぐらいの兄さんにね、今日会いましたけどね。で、まあそういう、あの、再会があったって話なんですけれども、ちょっとね、えー、それぞれの、えー、兄さん方であるとか、後輩であるとかに関してね、えっ、ー、と、どういう感じだったかってことを話したいと思うんですけれども、ちょっとまあ、えー、自分の学科の所属であるっていうことだけであって、えー 名前などはね、ちょっとあの言わないでおきましょう。まあ仮に A さん、B さん、C さん、D さん、E さんみたいな感じにしますね。えー、年上、年下が分からないようにするために兄さんとかいうことも言わないようにしますね。まず A さんなんですけれども、この人はですね、えー、一番長い間会っていなかった人ですね。多分僕の記憶が正しければ1月の中旬ぐらいから会ってなかったので、えー、この撮影のタイミングでいうと8ヶ月半ぐらい会ってなかったかな。もしかしたらね、 え、っていう人なんですけれども、えー、4キロ太ったらしいですね。まあ、あの、元々ある程度運動する人ではあったんだけれども、まあ、あの、こういうコロナ禍っていうのがあって、まあ、外に、なんていうのかな、普段の時期に比べると出歩かなくなった、出歩かなくなったってこともあるし、あとは、やっぱり、あの、週に5コマとか6コマ、つまり500分、600分の間、授業のために、ま、立っているっていうのは、これはこれで運動になるんですよね。立ってるだけで、ま、カロリー使うわけですよ。で、それが、あの、基本、 えー、教室の黒板の前に立つということが、えー、自宅のパソコンの前に座るに変わったわけで、まあ、消費カロリーは圧倒的に低いわけですよね。で、まあ、あの学生の皆さんも、例えばその課題を作る、課題を解くみたいな時に、パソコンの前に座ってね、長時間座ってね、なんかここ刺されてんな。まあ、いいや。えー、パソコンの前にずっと座ってね、えー 体を起こさないってことはあったと思いますけれども、教員も同じわけでね。その学生の皆さんから集まってきた課題が、課題を全員分チェックして、全ての課題をチェックして、それにまあ、嫌な言い方ですから、点数かつける、点数をつけるってことしないといけないなね。まあ、それなりの時間っていうか、ほぼ一日中、椅子の前に座ってるわけですよ。だからまあ、 えー、ちょっとした運動もしていたし、えー、教室に週に600分ぐらい経ってた6時間とかね、6時間600分はイコールじゃねえな。まあ、い,いや、600分経っていた時と比べると圧倒的に運動量が下がったので、えー、まあ太ったっていう人がね。これがまあ A さんです。B さんはですね、えー、多分会うのは3ヶ月ぶりぐらいだと思います。夏前に行く。 一回あたり、二ヶ月ぶりくらいかな。夏前に一回お会いしましたけれども、この人はですね、逆に、えー、っと、ほんの少し痩せたらしいです。で、まあ、状況としては同じことなんですよ。あの、つまり、 で、授業する時間はなくなりました。その代わり、自宅のパソコンの前に座っている時間が長くなりました。じゃあ、どうして痩せたかっていうと、大学にいる時には、まあ、大学の共同研究室っていう溜まり場みたいなところにちょこちょこお菓子があるんですけれども、そのお菓子をね、バカバク食べてたんだけども、自宅にいるせいでというかおかげで、お菓子を食べたくなったんだって。だから、まあ、いわゆる消費カロリーに対して、えー、摂取カロリーが下がったので、プラマイゼロで、まあ、なんていうのかな、痩せたっていうね、 え、ある意味、珍しいパターンじゃないかなと思いますね。C さんはですね、もともと夜型な感じの人だったんですけれども、その夜型が、こう、下手すると、こう、もう一周する感じですかね。だから、えっ、ー、と、このタイミングで言うと、明日9月30日は朝1から9時から会議があるんですけども、起きられるかな、みたいなこと言ってましたね。確かにね、それは、あの、まっぴるの、寝てて夜になってね、あの、日が落ちた頃から活動し始めたような生活になっちゃってるとね、 ええー、そういう,う9時からの会議にね、起きられるかってことになる、起きられるかどうかってことになると思いますけれども、まあ、このタイミングで言うと、あと4日経ったら4日ちゃうわ。ええー、この人の場合には1週間くらいか経ったらね、えっ、ー、と、また普段の時間に戻るわけなので、そろそろ朝方に戻す努力した方がいいんじゃないのっていうふうに思いましたけどね。まあ、とにかく今日はとりあえず A さん、B さん、C さんというね、特に久しぶりに会った3人について、まあ、あの、近況をお話ししましたけれども、まあ、あの、学生の 皆さんだったらね、例えばその様々なアプリの、えー、ビデオ通話っていうのかな、この顔を見ながらの通話とかをしたりしたかもしれないですけれども、今話した A さん、B さん、C さんの3人に関して言うとね、誰一人としてそういうことしてないんですよ。すれゃよかったな、逆にっていう風に思いましたね。だからちょっと久しぶりにこうソーシャルディスタンスを保ちながらではありますけれども、まあ直接会ってね話をしたんですけれども、まあらどうかな、結構まあ、 風通しがいいところでね、ちょっと長い時間話したりもしましたけれども、やっぱ話すって大事ですね。 だからまあ、あの、教員の場合にはね、なんかあんまり教員同士でこうやって会議でもないねこうやって、何、ズーム的なことをするっていうのはほぼないかもしれないですけれども、なんかそういう気が持ってもいいかなと思いましたね。そうやってなんかこう、情報交換をしたりとかね、お互いのこう、なんていうの、授業の課題の採点の疲れなどを癒し合うみたいなこともね、あってみかしにいいかもしれないなっていうふうに思いましたね。それにしてもこのおでこ気になるな、ここな。ここな、かいんだよ、ここ。はい。ほんじゃあまた。